が駆け抜けた道を振り返りはしないのさ。ただ未来だけを見せながら雨爪が旦那みたいにね、命を削ってさ、情熱を灯しては、また光と影を連れて進むんだ。大きな声で今日の結果は本当にごめんと思う。次一緒に頑張るから。